イエーイ、ダースベイダー AKA 片目のダースのおじき。こんばんは、こにゃにゃちはということで、本日10月の15日2017年の10月の15日先ほどまでスクールオブラップグランドチャンピオンシップというのがブエノス東京で開催されておりました。優勝はティータンということでね、まあスクールオブラップというイベント自体を僕とヒラリーでずっとやってきてるわけなんですけども、まあ、そもそも高校生ラップ選手権 の1回目の前ぐらいに、もう僕が B-Boy パークでそのアンダー20 MC バトルっていうのを2009年かな、にジブさんと一緒にこう盛り上げるために考えて作って、でその時に50人ぐらいのエントリーがあったんだけれども、その時に優勝したのはコペルなんだけども、まあ、そのアンダー20 MC バトルっていうのがすごくもうその10年前の段階で、あ、これいけるぞっていうのが、その今若い子ガンガンラップしてるし上手くなってるし、この子たちがこう活躍できる場所、あるいはみんながこの子たちがどういったレベルのことをやってるのかを見れる場所っていうのを作んなきゃダメだと思ったんですが、まあ、僕は脳梗塞でぶっ倒れてしまって、でその年の倒れた年 の, あのアンダー20 MC バトルを手伝えなくなった B-Boy パークので、ただし僕が倒れた時に方々にこういった状況になっちゃったので手伝えませんっていう連絡をした中で、 B-Boy パーク側にはその去年優勝したコペルを前年度チャンピオンとしてちゃんと呼んでライブをやらせてあげた上に3連覇狙うって言ってる、当時17歳だったからアンダー20で3連覇できるんだけども、呼んでバトルにもエントリーさせてくださいと頼んで、でそれで入院して、で退院した日にコペルに連絡して、これでちょっと今回こういうことでイベント自体も手伝えなかったけど B-Boy パークから連絡あったって言ったら、ありませんと。でえって言って、でもこの日なんだけどどうなのって言ったら、いやだから何も聞いてなかったから、もう地元大阪でイベント入っちゃってそもそも行けなくなっちゃいましたっていうことをコペルに言われて、僕はまあすごくもうその時もフラフラ死にそうなんだけども、怒ってどういうことだとね、その支える側の大人がちゃんとやんないでこんな適当なことやってて、そのこれからの10代の子たちの未来をちゃんと作っていくっていうのがそのヒップホップで頑張ってる大人の役割なんじゃないのって思ってたのに、まあそこでいきなり B-Boy パーク側が何もやってないってことが判明して、まあでもそういうイベントなんですけど、ただまあ僕もねどうしてもね3週間ほど入院してたんでとてもそんなことできなくて、でやっちまったなと思って、僕はその年からB-Boy パークのアンダー20 MC バトル手伝うのをもうやめて、で自分のアイデアだったりそういったものをそこに持ち込むのはやめて、でその企画自体を当時そのテレ東でやってたリューハールだったりニコ生だったりにスクールオブラップっていう形でサイト東京ブロンクスっていうやつと一緒に企画書作ってで持ち込んでたんですよね。でそのコペルとかいたりポッキーとかがいたりシキブがいたりって、まあ、当時の10代のラッパーゾーンとかもそうだしラウデフとかもそうなんだけど、まあ、イケてるラッパーがいっぱいいるからこいつらでなんかやろうっていうので、で実際その企画書にはスクールオブラップだから僕は先生役で学生服着たやつらが教室にいて、そういったところからバトルが始まるって言って、これが実はね個人的にはサル RGTO のビデオのつながる話だと実は思ってるんだけども、それをその RGTO の監督がサイトなんだけど、サイトと10年前に一回実は企画を作って持ってってました。でそれがやっていた時にバズーカー側から高校生ラップ選手権の企画の相談があって、そういう高校生ラップ選手権っていうものがやりたいんだけどそもそも実現可能かどうかっていう相談を受けた時に、いや実は僕こういう企画をあちこちに持ってってスクールオブラップっていう名前なんですけどっていうので、ね、絶対できると思いましたので、高校生ラップ選手権っていうものがスタートしていくんですけど、高校生ラップ選手権がスタートしてからはかなりそれが受け皿としてその10代どころか高校生っていう枠の中で若い子たちが活躍する場所っていうのができたし、実際すごく盛り上がってったから、まあこれでいいなと思ってたんだけど、同時にその番組が人気が出てくると今度はそのオーディションっていうものが導入された結果、そこにどうしてもこう通らないけど実はラップがうまいとかバトルとかテレビ的な意味では向いてないけどもスキルとかバイブスあるっていう子たちがどうしようかっていうので、ヒラリーとオーディションをやっていく中、この子らはいいけどテレビには出れないけどいいよねみたいな話をするようになって、でそういった子たちがいや別に高校生ラップ選手権だけじゃなくても絶対ラップいけてるからガンガンやろうぜっていうのを受け皿を作ろうっていうので、その当時の高校生たちのリーダー格であったティーパブロと、まあ、ゴメスと初期の高校生ラップ選手権で人気者になった MC 養成に相談して、
その同世代のやつらを集めるイベントをやろうっていうのがスクールオブラップのスタートです。で、まあ、ティーパブロとかがどんどんその大人になってっていうか卒業してって、で次のやつに回していくっていう形で考えてたんだけども、リック G とか中学生の時からあのそこには挑戦してたし、いろんな MC タカとかがもそうだし、まあレッコとかも飼ってるんだけども、まあそういったのでその10代の子たちっていうのをのスキル才能をもういろんな人に見せる場所として考えてずっとやってきました。で、まあ今年、まあ僕が病気とかがちょっと悪くなったりして体力的にも結構きつくなってきたのもあるんだけども、まあ40歳になってそれでいろいろあって高校生ラップ選手権も離れてしまったけど、まあ、スクールオブラップっていうことでやれることはいっぱいあるだろうとまだ思ってたし、 KOK っていう大会も始まったから、まあ、そこへのステップっていうものも面白いなと思ってやっていて、で今年もそういったつもりでやっていたんですけども、まあ、予選だったり何だったりっていうのをやったりしていく中で、非常にやっぱその MC として仕切っていくっていうのが体力的には結構きつくなってきて、でこれ別になんか立ってねブリングダビーって言って終了って言ってるだけだったらいいんですけど、僕の性格上ね、全ての試合を、まあ、ジャッジっていうか勝敗、僕だったらこっち何対何でこっちっていうのまで全部そのレベルで見るようにしていて、でスクールオブラップの予選が終わった人はツイッターで僕のアカウントフォローしてる人は分かると思うんだけども、いろんな人から今日お疲れ様でしたどうでしたみたいなことを聞かれたら、その MC に対して君はこういうとこが良かったよとか、こういったことやればああなってたねっていうのを一言アドバイスするようにしてました。なぜそれができるかっていうと、全試合それぐらいちゃんと見せたからなんだけども、でそれは実は他の大会だったり、まあ、高校生ラップ選手権だったりいろんなのに関わってるいろんな MC たちはそこまで見てないなと僕は思っていて、でもせっかくそういった若い子たちが本気でガンガンラップしていくんだったら、それちゃんと受け止めてあげるのが責任だと思ってるんで、全試合それぐらいの集中力を持って見るようにしてたし、実際に観客判定で聞いた時の勝ち負けっていうのがどっちかには出るんだけども、僕はこっちが勝ってると思うっていうのはそのポイントだったりをその MC にちゃんと伝えるようにしたり、まあ、それぐらいのかかり方をしてました。で、まあ、それはそれで面白いし楽しいからやってきたんですけども、まあ、今年そのグランドチャンピオンシップを迎えるにあたって予選を何回かやったら、その何時間かね、ずっと立ちながら全試合をさばいていくっていうのが非常に体力的にもきつい。で、メンタル的にも結構、疲れてしまうっていうのはもう肌で感じて分かっていて、で、同時に僕がそもそも MC バトルの MC を最初にやったのは27歳、8歳ぐらいの時で、で、その時にバトルに出てたラッパーっていうのは全員同世代。たまにゴッチ君みたいな上の人とかも出てたんだけども、基本的には僕ら世代が一番上で、で、まあ、カンとかハンニャもそうだし、当時27、8歳のやつら、玉露とかもそうだし、で、そこから4歳、5歳ぐらい下のやつらが中心になってバトルっていうのをやっていたから、いわゆる同世代のやつらの戦いを僕は MC として仕切っていて、だから感覚もわかるし、裏の人間関係、ドラマもわかるし、考え方、ビート感覚とかも全部同世代のものとして共有していたんだけど、今40歳で、20歳ぐらいの子たちの MC バトルっていうのを裁くときに、同世代間では間違いなくない上に、言語感覚だったり、その固有名詞のセレクトだったり、まあ、そういったものにかなりズレが出てくる。で、それを、その裁くっていう意味で、分かってないで裁くっていうのは僕は非常に不誠実だと思うので、このスクールオブラップのこの若い年代を裁くのはやっぱり同年代の子たちにやってほしい。だから、今年から JPA とニルニコにサポートを頼んでたのも、まあ、彼らはもう年齢的には、アンダー20を越してしまったけども、つい最近までは一緒に、で、まあ曲とかも一緒に、ライブとかも一緒にやってるような関係性だから、同時代感もあるし、例えば裏側の人間関係だったりドラマとかも全てわかるから、そういう人たちが回してった方がいいのじゃないか。あとは、何にでも言えることなんだけど、MC バトル業界も、上の人が辞めなさすぎるから、やっぱ辞めて、若い人にやらせないといくら経っても、そういった人たちが出てこないんじゃないかなって。僕が27、8歳の時になんでやれたかっていうと、他にやってる人いなかったから。MC バトルの司会なんて。その歌丸さんが B-Boy パークのショックをやってたけど、あの人が降りちゃった後、いわゆるそういった現場のラッパーで MC をするっていう人がいなかったから僕は率先してやってて。で、例えばちょっとしただけのノンキーとかもそうだし、同い年のマスターとかもそうなんだけど、まあとりあえずその場でやる人がいないからやってたっていうのは当然あるし、その時は別にこれからガンガン行くぜって年齢だったんだけども、まあ、ちょっと小学校してるうちに、やっぱその下の30、今30ぐらいの子とか25ぐらいの子で、そうやって MC できる人っているっけみたいなこと思った時に、やっぱそういった現場経験を踏んでないから、全然できない。そこもちょっと良くないなと思っていて、
なので、まあ、そんないろんな理由から考えて僕はその MC バトルの司会っていうのをやるのは今回最後にしようかなと、まあ、ブログでも言ってたんだけどね、というふうに考えました。まあ、もちろん今後ね、仕事のオファーとかね、あるいは審査員席で座ってたりすればいいとか、ある種役割が限定されているものであったりすれば全然その都度考えますが、まあ、自分仕切りで一から全部こう仕切って全試合集中して見てっていう形でのバトル MC っていうのはまあちょっと、まあ、今後ね、めちゃめちゃ回復して超元気になったりする可能性もあるから分かんないんですけど、まあ、長谷川豊に殺されてなければね、そういったことがあるので、分かんないんですけども、現時点ではまあ今日でちょっと終わりにしようと思いました。で、今日も実際何試合かね、これ今後放送あるからどの試合がどうとかっていうことは言いませんが、やっぱその同世代ならではのバチバチしたバトルの雰囲気だったり、そのやりとりっていうのが何箇所かあって、で、そういう時に40歳のおっさんが出てってまあまあとかっていうのは俺は違うなと思ったし、なんかそれはやっぱ同世代間の中でのドラマとして完結させてほしいなっていうのもすごく思ったし、今間違いなく MC バトルの中心的な世代は10代から20代前半の子たちが一番ビート感覚も優れてるしイケてると思うんで、その世代のものとしてやってってほしいなっていうのをすごく強く感じたので、まあ、これから面白くなるであろうね、そういった若い MC バトルっていうのを同世代で回してって、なんか僕はまあ見に行って、ああ面白いな、かっけえなっていうようなスタンスで楽しめればいいかなと。まあもちろんその上の年齢の人の 見立てが必要ですとか、そのダースさんのバトル の見方とかっていうのでジャッジしてほしいですっていうことであればね、全然持ってる知識をパスするのが僕の今の使命だと思っているのでパスしようと思いますが、まあそのなんか偉そうな顔して仕切るっていうのはちょっと一回身を引こうかと思いました。なんでね、今日そういった意味でも最後はね、もう年齢半分ぐらいのやつらのね、ラップとかを聞きながら一喜一憂してたわけですが、まあそういった立場もだいぶ楽しませてもらったし、バトルもたくさん見てきました。で、僕はやっぱり何事も新しく挑戦するっていうのが好きだから、新人としてのチャレンジっていうのを今後はやっぱ心がけたい。まあ、そういった意味で、じゃあオフィス来たの入りましたって言って、そういったフィールドではまあ完全な新人なんでね、そこで新人としてどういったバトルを自分ができるか、あるいはベーソンズっていう新人バンド、これもね、全然新人バンドでまだまだ始まったばっかりのバンドで、バンドっていうシーンに対して新人として何をやっていけるのかとか、そういった、新人としての40歳でも新人として挑めるフィールドっていうのがいっぱいなきゃいけないし、作んなきゃいけないと思ってるから、そういったところに挑戦して、それで MC バトルっていうものはやっぱりそこに対してのフレッシュな人っていうのがやってってくれるのが美しいのではないかと思います。なんで長い間、Bring the beat って言ってね、 Bring the beat って言ったらたけしが出てきたよっていうところでいいオチもついたので、やってきましたが、お疲れ様でした。で、今までたくさんのバトルを仕切っていく中ですげえ面白いものをたくさん間近で見れたのがもう身に余る光栄だと思います。なので今後もいろいろ盛り上がっていくといいなと思いながら、一旦身を引くことにします。ヒップホップに幸あれ、ダスエイダーでした。ありがとう。